こんばんは、ボナルチャンネルのマサです。ボナ、ボナ。はい、今回も始まりました、勝手にコラボシリーズです。どんなシリーズ？勝手に今回はね、いろんな YouTuber さんとコラボしちゃおうっていうね、動画なんですけど、まあ、今回のお題、もしもしって電話をかけて言い続けたら、その YouTuber さんは何分で切るのかと。なるほど。俺らが聞こえてないふりをするんですよ。1位の方にはなんと概要欄の一番上に載せます。そうでもねえな。あと順番に載せます。はい、では早速1人目誰いきますか。誰いきましょう。ガクタですか。安定だな。では1回いきましょう。あ、もしもし。もしもし。はい、もしもーし。あ、もしもし。あれ、え、もしもーし。あれ、もしもーし。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 電車とかですか？聞こえなくなっちゃいました。もしもーし。え、ちょっと一旦あれですか、切った方がいいですかね。一旦切りますね。ちょっと文字で言います。聞こえてるか分かんないけど。涙出てきた。ちょっとあの謝罪文を送ります。こんな続くんだ。我慢してくれる。俺もっと早く、あ、ちょっと聞こえてないっぽいの一回切る。いや、思った思った。あ、最初はこういう感じでした。うわ、結構長いと思う、これは。じゃあ次誰にします。アッセンにかけます。アッセンいきましょう。これがこの企画の怖いところです。そうですね。久々にドラゴンに電話します。ああ、いいな。川崎ラビットね。もしもーし。お疲れ様です。もしもーし。あれ、もしもーし。もしもし。もしもーし。大丈夫ですか。あれ、電波悪いかな。もしもーし。もしもーし。もしもし。おー、どうしよう。どうしよう。ゆうやさん。あれ、もしもーし。もしもーし。もしもーし。どうしようかな、これ。切った方がいいかな。出てんのかな。1分26秒でした。あ、電話かかってきた。出るわ。もしもーし。もしもし、ゆうやさんですか？あ、ゆうやさんです。ごめんね、急に。お疲れ。お疲れ。あ、もう全然。あの、今ちょっと、あの、動画撮ってまして。通じてたんですか。あ、もう全部聞こえてました。なんだこの企画は。企画なんだこれ。ごめんね。めちゃくちゃ焦ったのに。何してんだもん、あれちゃん。動画できるいい感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ次、ルーズリーフのね、タイガに。出ないですから、ね、出ないですね。残念。これマットチェリー会の編集長。編集長いきます。流せないやつじゃん。応答なしのこれ。切られました。切られたのかな。会社なのでかけ直します。はい、ごめんなさい。次、しゅんくん。石川が生んだスターしゅんくんです。もしもし。はい。あれ、もしもし。もしもし、おはようございます。もしもーし、聞こえる。もしもし。あれ、もしもし。聞こえる。もしもし。聞こえないですか。電波悪いのか。もしもし。
しゅんくん。はい、聞こえないですか。もしもーし。聞こえないですか。はいや、はいや、はいや。25秒少し、来たかもしもし、聞こえる。なんか僕の携帯の調子がおかしいみたいです。いやごめんね、実はもしもしって言い続けたら何分で電話切るのっていう企画中で。うわ。本気で心配しましたよ僕。いやそれはシュンクの携帯の電波が悪かった。いやごめんごめん、はい、そんだけです。わざわざ俺チャリ降りたんです。チャリ乗っていいよ。ごめんね、ありがとう。じゃあね。はい、バイバイ。これ、みんなちょっとイラッとするけど、なんだかんだ笑ってくれる。じゃあ、パラスティカのサワーで。そうだね、ウームのメンバーにも送ってしまうというね、悪です、僕たち。パラスティカは、ま、サワーで待ってろよ。そう、ダメか。忙しい。サワデーは忙しかった。マメダさんにかけます。マメダさんにかけます。いや、じゃあマメダは忙しくねえのかよって話になるけど。うん、だからもう売れっ子になるためには電話に出ない。まあね、今回はこの辺にしておきましょう。そうだね。はい、ということで意外と YouTuber 出てくれるし、うん、結構長くね、うん、撮ってくれる。思った。たまにはこういう企画も面白いんじゃないでしょうか。勝手にコラボしちゃ う勝手に。はい、またねこういうのを思いついたのでやっていきたいと思うのでリクエストもお待ちしております。はい、はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。マーシーさんは、いや、マーシーさんはやめよ。マーシーさん忙しそうだ。忙しそうだ。